今回のゲスト、前回のゲスト、大見さん役の平川大輔くんでございました。はい、どうもありがとうございました。なんかあれですね、こうすごく心地が良くて、うん、ついこうなんか言ってはいけないことまで言ってしまいそうになってしまう。ね。普通のなんかこう、お仕事じゃない現場で、うわーって盛り上がって喋ってる感じみたいな。なっちゃって、電波に乗せてはいけない内容まで、ついついポロッと言ってしまいそうな。まだ ね、言っちゃいけないこととかもいっぱいあるじゃないですか。そうそう。まだダメなこと結構あるはずなんですよ、ね。そうなんだ。ぐっとこらえるの意外と大変、ね。そうそうそう。そんな感じで。大変なんですよね。やらせていただきましたけど。ありがとうございます。ありがとうございました。しっとりしたコーナーもあって、すごい素敵なラジオでした。ありがとうございます。いや、本当にありがとうございました。さあ、次回の放送なんですけれども、はい、決まってんの？お、はい、次回はですね、シンジです。お、下田裕樹さんが、ゲストに来てくれます。はい、楽しみですね、これもね。ねえ、はい、シンジか。まだね、あんまりそのシンジでしか下田さんに触れたことのない方が、ね、もしいらっしゃる場合にはびっくりされると思いますよ。あのね、すごい低音出ますよ。素敵なんですよね、またそれが ね。上から下までガンガン出ますんでね。ギャップの方ですから、その辺もちょっと突っ込んでいろいろやっていきたいと思っております。楽しみにしててください。はい。ラジオ、ヒーローのかけら、光陵学院放送室、お相手は、アトリ真宙役の岡野光介と、大見すぐる役の平川大輔でした。さようなら。